1着おめでとうございますわありがとうございます拍手も届いておりますが、今日は短期での競争でしたわ。どのように考えてましたのそうですね、あの短期だったんで、もう気楽に一発狙うことだけ考えて走ってましたそして、道中いかがでしたのそうですね、もう流れるままに落ち着いていきました最終バック、最高峰からの一とまリでしたわそうですね、うん 前結構やり合ってたんでもう展開分きました結構風とかどうでした気になりましたのそうですね今日はそんなに風は感じなかったですはい。これでまた次回催にもつながりますわねそうですねはい。また次頑張れるように練習しっかりしたいと思いますそして今回試はプリンセスあかりカップということで いかがでした私のこのインタビューっていうのはそうですね、先週の中でも結構、中で盛り上がってて <laughs> ああ、結構みんな、選手も楽しんでました。そうなんでは、最後に川西選手、特技が小学校から高校まで野球で活躍されてたんですの、拍手をお願いいたしますわ。ということで、ちょっとバッティングを見せていただいてよろしいかしら。 はい、ちょっとだけ。<laughs> これはちょっと期待できますわよずーっと高校までされてましたからねそれではお願いいたします。お構えてからの